はい、ではね、あの今、えー、男子、えー、ジュニアグランプリシリーズ、あのー、フランス、うん、クールシュビルで行われている、えー、試合、これを今、全部見てきました、うん。アーカイブです、男子ショートプログラムです。はい、でかなり、ね、印象に残った一押しの選手、いますので、僕が気になった選手、順番に見ていきたいと思います。 はいえー、まずは、ゆうのえやさんからコメント入ってますね。カムさん、お疲れ様ですね。日本の選手も頑張ってほしいですね、えー。未来のスターを見つけるのも楽しそうですね。ということで、本当なんですよ。うん、いや早速、何人か、ねえー、見つけてきました。そして、いやこの選手は、普段見ることができない、そういう、ね、スケートをされている方もいまして、本当に面白かったです。この大会、うん、を見るということもですね、 楽しかったんで、まあ、そこら辺も、えー、お話ししていきたいと思います。はい、えー、それではね、お話ししていきます。あの、得点とかはもちろん素晴らしい選手もいるんですけど、それ以外のその魅力というところを中心にですね。 印象に残ったところです、ね、をお話ししていきたいと思います。これ順番はあの主に滑走した順番の方からお話ししていくんですけど、まず、チ、え、ャ、ー、選手ですね、韓国のヨン・ヤン・チャ茶っていう選手がいるんですが、この選手、一番最初の方に滑ったんですよ。うん はい、でやっぱり、まあ、70.25ということで、まあ、彼が2位に最終的になったんですけど、まあ、技術的にもう非常に素晴らしかったですね、うん、やはりこう完璧にすべてをまとめる選手が少なかった中でこの選手も完璧にやってきたと思いますしえ技術的には確かにすごかったと思いますエッジワークの力強さもあったと思いますねただ表情がちょっと、うん、ずっと同じような表情だったので そ,れあのそういう感じではありましたが、まあ、技術的には、ねうん、あのフィギュアスケートで求められている難しい部、えー、ことは、ね、こなしていってるのかなという感じがしますね。はいえー、次、えー、カナダの選手でデイビッド・リーという選手ですね。うん、この選手、ねあの、皆さんぜひ、ね、このデイビッド・リーという名前を覚えておけばです、ね、必ず。 名前に世界の名前出てくる可能性が高いです。うん、あの良いとは思いますよ。やっぱりこう出てくる時、6分カレーションの時からもオーラがですね。まあ、かなりあって小柄なんですけど、非常にこう天才肌を感じますね。 うん、でちょっとこう姉さんちのちっちゃい頃に少し似てる感じがありまして、えー、注目してます、はい。衣装も白と水色の衣装で、えっと、この大会で結構インパクトに残った選手の1人になりますね。 うん、で得点は、ね、51.27点で決して高い点ではなかったんですけど、まあ、トリプルルッツが点灯してしまいました。うんでまあ、なんですけどあんまあのそこは関係なしに将来性が非常にあるかなと思っています。場合によっては、ね、本当世界の本当トップの方に出てくるような まあそういう雰囲気を感じさせる、ちょっとオーラを持っているかなと思っていますね。で、会場からもですね、大きな拍手です。で、今回大会ね、やっぱフランスで行われたということで、えー、フランス選手、やっぱり大きな拍手があったんですが、このデーピッド・リー選手に関しては非常に大きな拍手がありましたね。うん。なので、非常にこうスター性っていうものがあるのかなと思います。衣装も好きで、音楽はビートルズの曲をね、使っていましたね。 うん、大人っぽい雰囲気でした、やっぱり。うん、やはりこう、天才派だな感じがしました。なんかこうね、なんか飛び級飛び級してくるような天才スケーターかなと、ちょっと思ってますので、この選手の名前を覚えておくと、必ず世界に出てくる。えー、怪我とかなければね、うん、うまくいけば、本当そういうような感じを受けてますので、ちょっと注目かなと思いますよ。はい。 そして次、フランスの選手50.91アクセル・アフメドっていう選手なんですがあの彼はですね最初の表情がキリッとしててかっこよかったですねうんあの技術的にはちょっとあれどうかなってのありましたけどあんまそこは関係なくてですね表情がこうかっこよくてもう最初からねおーってなりましたね、う。ん ただ衣装が、まあ、ゾロの曲を使っていたんですけど、ちょっとこう、もうちょっとこう、なんかね、うん、フリフリな衣装とかだったら株が上がるかなと僕は思っていますね。うん、こう、フリフリな感じ、ちょっとあの、片瀬さん、片瀬健さんがフリースケーティングでやってた、あのー、ね、ゾロの衣装みたいな感じだったら、ちょっと株が上がるっていう感じだったんですけどもね、ただ雰囲気が一際違うっていう感じがあって、まあ、女性受けとかもしそうな気がちょっとしてますね。かっこいいと思った人もいるんじゃないかなと思います。 うんまあ、人気が出そうな選手ですけど、まあ、技術的にどうなってくるかというところですかね。はい、そして、アメリカのミハエルという選手がいるんですよ、うん、でこの選手ね、ちょっと僕、気になったんですよね。 うん、で、えっと、スケートの音楽、ネバーイラフを使ってました。で、トリプルアクセル、ちょっとミスをしちゃったんですけど、まあ、全体的にスピード感があふれる、えー、そういった演技だったと思います。あの、ステップのところも、あのなんかイーグル、イナバ,バーイーグルみたいなのやったりとか、えー、っと、バレージャンプやってからのハイドロブレードやったりとか、そういった工夫とか多かったですね。なんで、えープレゼン、プレゼンテーションの部分も非常に素晴らしい滑りだったかなと思います。あのね、スピード感が本当に素晴らしかったですよ。 うん、ただね、あの彼ね、ちょっと見てて、あの日本のね、あの陸上フィギュアスケーターの方に似てるなって思いましたね。うん、あの皆さん知ってる方ですよ。まあ、僕の、まあ、友人でもある人なんですけどね、陸上フィギュアスケーターのね、え人知ってますかね。うん、ちょっと雰囲気が似てましたけどもね。はい まあそういうお話とかもしてたりとかしてますけど、え次、国名が読めないんですけど、この国の選手、あのディアブ・アルダマキっていう、ね、選手なんですけど、すみません、今大会で一番僕はインパクトが残った選手です。うん、えー、っとね、多分最下位かなとは思うんですけど、とにかくね、とにかく、 非常にインパクトに残ったなと思います。うん、まずね、曲なんですけど、ハウルの動く手を使ってました。うん、もうこれをき、あのー、最初来た瞬間、おうってなりましたね、うんで。多分彼はこの曲が本当に好きで選んだんじゃないかなって思います。でとにかくエモーショナルなんですよね、うん。一つ一つの動き、本当スケートが好きなんだなっていう、スケートへの愛っていうのが感じられたんですよね。 うん、もう、あの、今日の僕の中での一押しになっちゃいましたね。うん。もう、ええー、っていう感じで、もう演技中なんですよコメントしちゃいました。もう本当にスペシャルであり、うん。ちょっとこう、まあ、女の子っぽいというか、なんかそう、なんて言うんだろうね、中性的な感じがあって、でね、髪の毛がですね、もうすごいんですよ。うん。もう、あのわーっていう感じで、もうひときわ目立つっていうかね、うん。あのただ、スケーティングの感じもね、もうすごい好きですね。 うん、決してそのスケートのレベルが高いっていうわけではないんですけどこうねもう一度見てみたいスケートなんですよねでこういった選手が僕は成長してきたらすごく嬉しいですねうんはいなんで応援したくなっちゃいますけどもねもう得点なんて関係ないって言ってしまいたいぐらい でもちょっと心配なのが、この国はですね、いろんな意味で、まあ、自由じゃない気がするんですよ。うん、まあ、この国ですよね。アラブの中途の方かなと思うんですけど、なんで彼は行きにくいんじゃないかなってちょっと感じを勝手に受けちゃいましたね。うん、余計なお世話なのかもしれませんけどね。うんで フィギュアスケートが、まあ、彼にとって素敵なプラットフォームになっているのかなという感じもしたので、うんまあ、そうは、ね、すごく良かったですね、それはどういうふうになっているか分かりませんけど、この大会で、ねえー、僕はちょっとスペシャル一押しだったかなと,ちょっと思いますので、うん、リアード・アルダーマーマーキという選手ですね、どんとはいえー、こちらの選手はですね、うん はいまあ、彼なんですけどね、うん、演技がね、ちょっと本当、センセーショナルなんだ、エモーショナルっていうか、感なんだろう、もうね、こう、感情、情感を込めてね、うん、やっててですね、もう本当にこの曲好きなんだなって、フィギュアスケートへの愛をね、すごく感じたんですよね。 うん、でジャンプはちょっとミスが、トリプルトーでもちょっと回転が足りずに降りたりとかしちゃって、でループもダブル、まあ、これは規定違反じゃ、ジュニアじゃないんですけど、まあ、ダブルループ、うん。で、あと一番最後ね、頑張ったんで、ステップの後にダブルアクセルやったんですよ、これね、頑張りましたね、良、うん、かったかなっていうふうに思いますね、僕は本当に、えっと、忘れられないスケーターになりましたんで、また見てみたいですね。はい なので、この子、新人発掘ということになりました。そして、フランスの、この後滑ったイ,イアンっていう選手ですね。バイ クランっていう選手かな、うん、がこの選手もですね、エモーショナルな感じでした。ただもう技術は本当に素晴らしかったですね。スケート技術というか、うん、フィギュアスケートで求められている技術、本当に良かったと思います。これで難しい4回転が入ってきたら、上の方に行ってくるんじゃないかなっていう感じがしますね。エモーショナルで壮大なスケートで表情も非常に良かったかなと思います。まあ、あのフランスのこれからの期待になるのか、正統派の滑りだなと思いますね。うん、フランスっていうと、まあ、キャンデロロ派、 とあとこう、まあ、キャンデルロー派というのはこう個性派とですね、まあ、こういったその正統派の選手で分かれてる気がするんですよ、結構ね、見てるとね。うんまあ、最近は結構正統派な滑りをする選手が多いかなという感じを受けますけど、まあ、彼はそっちの方かなという感じは、えー、しますけどもね。次。 えっとスイスの選手、この選手ですね、ノア・ボーデンスティンっていう選手が出てきたんですが、この子もですね、まあ、新人発掘かなと思いますね。うん、あの演技に、ね、入る前からですね、オーラがちょっと違いましたね。 うんまあ、手足が長くて、えー、以前スイスにジャマル・オスマンという選手がいたんですが、まあ、このジャマル・オスマンにちょっと似てたかなという雰囲気を感じました。うん、あとは、ステップの途中に側転が、ね、入ってたりもしてて、結構、えー、いろんな工夫とかも多かったんじゃないかなという感じがしますね。ただ、ちょっとこう、まあ、キスクラとかを見てると、まあ、やんちゃな感じのタイプなのかなというふうにも感じたので、えーまあどけナサとはちょっと、えー えー、なんだろう、こうギャップがあるのかっていうね、感じはありましたけどもね。うん。はい。そして、えっ、ー、と、日本のお二方紹介していきたいと思います。いやー、よかったですね。まず、中村俊介君から、いや、本当によかった。うん。新しいプログラムに変えてきたんですが、この、エル・コンクイスタ・トド、エル・コンクイスタ・ドーっていうね、これ多分新しいプログラムですよね。 もしかしたら、去年もやったかなうん。そう、これやってたんですよ、この曲ね。で、振り付けがね、ものすごく良かったですよ。うん。もう最初からね、もうかっこよかった。でね、あの、個性がね、感じられますね、彼はね。うん。えー、最初のトリプルアクセル、えー、ジャンプに関しては、トリプルアクセルが本当によくて、うん。ものすごい勢いがあり、えー、回転もすごい良かった。で、着氷もですね、非常によく流れてましたよ。うん。まあ多分 今大会一番素晴らしいトリプルアクセルだったんじゃないかなというふうに感じますね。ただね、スピンがね、少し苦手なのかなっていう感じを受けましたね。これは全日本ジュニアの時もそう思ったんですけど、ちょっとスピンでミスをしたりとかっていうのがあったので、あ、これは西日本ジュニアか。うん。だからまあ結構、うん。 今回もチャベルスピンで、えー、ちょっとあのバラついたりとかしちゃったので、うん、バックチャベルのコンビネーションスピンのところもちょっとミスっていうか、ちょっとバランスを崩しかけたんで、まあ、ちょっともしかするとチャベルスピンがね、 苦手な可能性を感じますね、うん、あ,のあとは演技全体の後半がね少し疲れが出てきてしまったのかなっていう感じを受けて、まあ、あの彼はね多分疲れがエネルギーが最後の方なくなってきてしまうタイプなのかもしれませんのでちょっとフリーが心配ですけどそういう取りこぼしがちょっとずつある中で77.68の高得点すごかったと思いますよ。 うん、このほのトリプルルッツト,トリプルトールボーは非常に綺麗に決まってましてシャンプは全体的に本当得意不得意なく綺麗に決めていける選手なんじゃないかなと思いますでフリースケーティングはですね4回転サルコーを予定していると思いますのでちょっとかなりねあの楽しみになってくるんで、えー、っとこのまま優勝を狙っていってほしいですね。うん はいまあ、本当、僕は彼を昨日,から昨日からちゃんと演技見始めて、うんあのーまあ、昨日ね、そのまあ、西日本ジュニアとか見たりして、知ってきてるんで、えー、気にしていきたいと思っています。はいえーそして 森本涼が選手、うーん、彼ね、ネメシスを継続しましたえ。今回3位、ショート3位になってますけど、ネメシスを継続です。お、ま、そ、あ、らくね、昨シーズンよりも演技力が上がったような感じはしたんですけどもね。うん、昨シーズンはネメシスで、ちょっとこう、ネ、まあ、姉さんチェーンは滑ってたからっていうのはあったんですけど、ただまあ、今回はネメシス本当によく滑ってたし、表現もできていたんじゃないかなっていう感じはしましたね。うん。で、彼は、 同じ中村俊介君と同じ浜田美恵先生なんですけどあの圧倒的にスピンはね上手ですね、うん、スピンのジョ、えっと、エッジワークであったりとか、まあ、力強さであったりとかエッジもこうアウトサイドに変わったりとか難しい出方でスライドをしたりとか結構難しいことを簡単にこなしていた感じがあったんで多分スピンがうまい 得意な気がしますねであと彼の魅力としてえ語,らない語らない集中力ですね。何、うん、て言いますかね、そんな感じでいいますか、無言な演技と言いますか、何て言うんだろう、このね、あのね、そういう感じをする感じるんですよ、うん。なので、そういうところが逆に味を出している感じがするんで、だから過去で言うと、村隆人さんみたいな感じですかね。うん、かといって おなんていうんだろう、ちょっとこう、まあ、フリフリの衣装とかも、まあ、多分フリースケーティングやってくる可能性あるんですけど、そういう感じのフリーも、あのプログラムも似合うっていう、ね、ちょっと不思議な魅力を感じましたので、まだ僕は彼の魅力を全て分かりきっていない感じがあるので、もっともっと内に秘めるものを感じている可能性があると思いますので、この森本龍学、もうちょっと確認、ちょっともうちょっとね、見ていきたいと思っています。で、彼はトリプルアクセルやってなくて、ダブルアクセルにしてましたけど、昨シーズンも全日本ジュニアでは、 トリプルアクセルやってなかったんで、まだ飛べてないのかなっていう感じはありましたけど、ただ最初少しね、ダブルアクセルね、うん、あの、ちょっとバランスを崩していた感じだったんで、トリプルアクセルを予定していたっていう可能性もありますね。うん。なので、フリーではあのトリプルアクセル挑戦になるかどうかっていうところを気にしながら見ていきたいと思っています。はい。はい、という感じで本当にね、もう良かったんですけどもね、うん。 はい、でこの後ね、女子が始まっていくので、ちょっとコメントがね、イクマスも入ってますけど、株くんこんばんは、NHK のアナウンサー、これ、鳥海さんと僕も呼んでました、鳥海さんですということで,で、この方は実況アナウンサーの言葉で忘れられないのは、2018年の全日本の三原舞ちゃん演技が終わった時の、心震わす美しい世界というコメントでしたね。あー、もうこの方だったかな、確か。 うん、ちょっとね、忘れましたけどね、うん明日8月27日13時34分、えー、3時間の枠でメーテレで、ファンタジーオンワイスの名古屋公演がフルに放映されています、えー。バックヤードの様子なども放映されるそうです。で、名古屋地区限定の放映ですということみたいで、ここに住んでてよかったですってね、うん、ちょっとこれは感想とかも気になったんですけども、 はい。え、そして、え、ジュニアグランプリシリーズ第一戦の芝山あゆみちゃんの演技。良かったですね。そう、良かったんですよ。なんかコーラスな感じのプログラムで、ちょっと難しい感じはあったんですけどもね。ノーミスですよ。もっとスコアも出てもいいような気がしたけどね。見られていない方のために URL を添付しますね、ということですね。うん。いや、良かったです。芝山選手も良かったし、吉田花ちゃんも良かったんで、まあ、今回、すごいですね。女子も男子もみんな、 浜田先生ですよ、うんあのー、柴山さんも吉田さんもそして、えっと、森本君も、ね、中村君も全員浜田チームなんですよね、うん。浜田チームは男子のイメージなかったけど男子がちょこちょこ出てきてますね。うん、はいそんな感じでございます。ということで、えーっとえーまあ、それにしてもこの子ねこの選手がかなりインパクトがあって忘れられないですね。 うん、多分最下位だったかなな,なんですけど、すごいこう、なんかね、オーラっていうかね、心からスケートを愛してましたからね、で髪型もね、もう全然こう、もう、ものこんな感じで、うん、オーラが強かったんで、ちょっとね、僕はね、えー、とてもね、うん、もう一回見たいですね。はい。えー、というわけで、えー、っと、えーっ,とえー、っと、うん。 なんだ、グランプリジュニア、フランスグランプリジュニア、男子ショートプログラムの演技、思ったこと、キリッタた選手を印象に残った演技について、お話、終わりにしていきたいと思います。この後は女子のフリーが始まるので、そこに、それもちょっとね、引き続き見ていこうかなと思っていますけど、ちょっと休憩していきたいと思います。